はい、今日はね、ラプンツェル&パスカルの経験値効率について調べていきたいと思います。この経験値効率っていう言葉、あんまり聞き慣れないと思うんですけど、プレイヤーレベルのことですね。ゲーム画面の左上の星のマークのことです。僕の場合は800でもうレベルカンストしております。で、このプレイヤーレベルを上げるのにどれだけ早くできるかってところを調べるんですけど、まあ、プレイヤーレベル上げるには、もうとにかくプレイを重ねないといけないので、すごく時間がかかるんですね。まあ、それをなるべく早く上げていきたい。まあ、レベルボーナスとかあるので、スコアがね、より高く取れたりするので、まあ、なるべく上げていった方が、やっぱ得っちゃ得。まあ、レベル上がったらルビーも手に入るし、ね、ルビーたくさん手に入れて、コインに換金するっていうこともできるので、まあ、上げれる時に上げておきたいね。で、僕はもう、この経験値効率については、もう前からずっと調べているので、一番いいプレイヤーレベルの上げ方っていうのを調べきってあるんですけど、まあ、それが赤いところですね。もう、リザルトスコアで900万乗せて放置。これが一番効率がいいです。で、下の画像でそこを少し説明するんですけど、もう、スコアによる経験値の獲得っていうのが一番早いですね。まあ、こんな感じで、目安スコアっていうのがあって、スコアで取れる最大経験値っていうのが800まで。で、その800を達成するのに900万以上、リザルトのスコアで900万以上っていうのが必要になります。で、スターボムとかでも1個割るごとに10の経験値は入るんですけど、遊び方のところでスターボムって見ると経験値プラス10っていうのがあるんだけど、まあ、シンデレラとかジャマレみたいにワンプレイでスターボムたくさん出す積むよりもガストンみたく、とにかくワンプレイ早く終わって900万以上出せる方が経験値効率がいいです。この30分。プレイしてガストンが8000経験値、ジャマレが7300経験値、シンデレラにしては3000しかないので、まあ、スターボムなんか狙うよりもとにかく早くプレイが終わった方が経験値効率がいいです。まあその中でいくと、一応僕がプレイした中ではリドルが一番早かったですね。下の画像で1分28秒でプレイが終わってるので、もうこれで800経験値入りますね。で、このペースで800経験値が入ってくると、1レベル上げるのに、確かね、2時間ちょっとですね。経験値3倍の時で45分で1レベル上がっていたので、2時間ちょっとその3倍と考えれば、2時間15分くらい。で、1レベル上がる計算なので、めちゃくちゃ早いですね。で、今回のラプンツェル&パスカルなんですけど、まあ、このツムも結構経験値効率いいんじゃないかと言われているので、調べていきたいと思います。いつもだったらね、裏で調べてきてこうですよっていう説明なんですけど、今回は実際に、動画撮ってる中で調べていきたいと思います。で、アイテムは54のアイテムありですね。このアイテムないとさすがにパスカルのこの特殊ボムで最大倍率を出せないと思うので、54は必須になると思います。で、下の方に、タイマー準備してありますね。で、プレイをしてからタイムアップまでの時間を測るので、試しに1プレイやっていきましょう。レディー、ゴー。さあ、どうなるかな？全然予想つかないんだけどね。結構早いって言われてるんですけど、まあ、そのやり方で全然やったことがなかったので、一応スキル6ですね。で、パスカルが溜まるのが早い。ただ、ラプンツェル溜まんないんじゃないか、これ。これたまる？わあ、たまんない。これ待たないといかんよな。どうしたらいいんだ。まあ、ここでいくか。3つ巻き込めばどう？ほい。これで3つ巻き込んで、あ、これでもういけるのか。まさか。もう終わっちゃえ。ああ、600か。届かんな。もう一回パスカルとラプンツェルを使わないといけない。で、フィーバー入って、まあ、ここで、うん。これやって、いけば、
はい、ここで達成ですね。パスカルはラストボーナスで邪魔になってしまうので使っちゃいましょう。はい、ここで放置になります。ちょっと著作権の関係でここはめちゃくちゃ喋んないといけない。通常の BGM がね、なんか著作権かかったりするので、頑張って僕の声で書き消そうと思ってるんですけど、これマイクと今思ったけど、マイクとゲーム音別撮りだから編集の時に消せばいいんだあ、でも時間1分50秒くらいかかってるね。で、はい、ここ1分52秒ですね。これがまあリドルの時もタイムアップの時に時間を止めているので、1分52か。なんかもうちょいうまいことやればいけんのかな。ちょっともう一回やってみよう。早いっちゃ早いんだけどね。もう一回行きましょう。レディーゴー。でも3つ巻き込んで1フィーバーで600万、4つ巻き込まんといかん。4つ作れば確実か。2回に分けなくてもラプンツェル2回貯めるのは多分きついよね。これそんな気がするな。だからとにかく早く、あ、やべえ、20になっちゃった。これやり直しますね。ちょっともう一回行きましょう。レディーゴー。21件以上出さないと最大倍率の特殊ボムにならないので。この地味にロード時間が長いんだよね、この積む。なぜか。なぜかね。前のね、踊り子エスメラルダも確かそうだったんだけど、ロード時間が長いっていうね。はい、ここで、一応4つ作ってやってみるか。お、早い。ここでフィーバー入る意味あんのか、ここ。はい、2つ目。ちょっと邪魔。これで間に合えば。あー、ちょっとミスったな。ちょっとあの白クマ邪魔だったし。ほい、あー、足りない足りない、もうちょいだな。素点でね、700ちょっといかないと900万乗らないので、ここでうまくいけば乗るのか。いけそうだな。4つつく、ちょっとシビアだけどね。まあ、ここまでやってやっと最高効率だったらリドルとかで適当にプレイしてる方が多分早いなうん、早い気がするね。29、なるべくパスカルも貯めていきたいから、ちょっと赤邪魔だな。あ、パスカル多めだね。はい、で、パスカル、これ邪魔。あー、ちょっとたまんないね。どうしようか。まあ、一回、もうワンフィーバー入れちゃって、これで今55秒?ここでやってみる?これで。はい。400。これ、あ、パスカル溜まっちゃうのか。まあ、確実にやるために。これでどうよ。はい、700。800。これで、放置すればいいんだけど、ワンフィーバー入った分、5秒、ちょっと時間かかっちゃってるんだよね。あ、でも、きついなぁ。でも、さすがにね、ラプンツェル2回は回んないと思うから、てかこれ、だって、パスカル4回使って、ラプンツェル溜まってないもんね。2回目の。はい、タイムアップ。1分44秒ですね。どう?これ、しかもコインマイナスだからね。今思ったけど。プラスになんないのか。リドルはね、これ、右の画像あるけど、アイテムなしで2200あるので、プラスコインのみつけても、普通にコイン溜まっていくんですよ。なんならこれ確か1分効率1400くらいあるので、ガジェットよりも全然コイン稼げるっていうね。いやー、どうだ、これ以上早くなんのか。とりあえず1分44秒です。
もう一回だけ行きましょう。レディーゴー。いやー、2回目のフィーバーで決めれたらいいと思うんだけど、さすがに最初のパスカルーンがないときついか。あ、いけたな、ここで。で、はい、20以上作る。ちょっと邪魔。ほい、ほい。26。で、パスカルが溜まる。もう一回溜まるか、これ。溜まった。ここで、ラップ打って、あ、これ、これどうよ。あー、4つ巻き込まん。あー、ちょっと。今4つ巻き込んでたら結構早かったんじゃない？ちょっと何度か取り直して、その2フィーバー目で決めれたやつでどんだけの時間かっていうのを見ていきましょう。まあ多分カットするだろうけど。はい、検証19回目ですね。ね、19回やってきて、多分一番早いパターンが最初のパスカルで特殊ボムを2つ作るパターンなんだけど、めちゃくちゃシビアです。超シビア。はい、21作って、で、もう一回21を作りますね。で、ここで3つ、お、うまくいってるぞ。はい。お、パスカル、ナイス！これはうまくいったでしょう。ほい、どうよこれ。34コンボしかいってないけど、500、お、これは届いたんじゃない？このパスカル邪魔。来た来た、やっとうまくいった。19回だっけ、20回だっけかかって、ようやくこのパターン出せた。最初に特殊ボム2つ出して、パスカルのスキルを3回に抑えるんだね。かつ2回目のフィーバーで900万到達するというやり方です。これでいって時間が、あれー超えてる。ダメだったか。1分36秒。これ C バズと同じかな。 C バズも確か1分36秒なので。うわ、ここまでやってこれか。で、コインマイナスなの？いやー、一番早いパターン出せたと思ったんだけどな。試しでやったのが1分50くらいでしょ？いやー、20秒くらい短縮できたんだけど、ダメだったか。パスカルのスキルを1回少なくした上でフィーバーも1個早くして1分36。ということは、経験値効率はまだリドルの方が上かな。まあ、コインの関係とか使いやすさとか見て、リドルだったらだいたいね1分30秒40秒くらいでいけてしまうので、まあ記録的には2体くらいだよね。シーバズも1分30秒台だし、エルサラとかベリア人は1分40とかか、まあ、エルサラとか多分ナミネとかも結構早いと思うんだけど、まあ同じくらいでしょう。一応僕の中ではリドルが一番。はい、ということで、いろいろ踏まえた上で順位をつけるとしたら3位くらいかなと思います。時間的にはリドルが一番早い。まあ時間と、まあ安定感でいくとリドルなのかな。まあスキル6前提ですけどね、リドルは。スキル倍率、スコア倍率ってものがあるので、スキル6じゃないとこの速さは出せないんですけど、まあそれ言ったらラプンツェルも同じだよね。スキルっていうか、スキルのこの消去上限数があるので、低スキルだとその特殊ボム巻き込んでも、まあ点数が上がりづらいっていうところがあるので、まあどっちもどっちなんだけど、まあコインの稼げるとか経験値、プレイヤーレベルを上げながらずっとマイナスになっちゃうラプンツェルパスカルか、減らしながらプレイヤーレベル上げるか、コインを稼ぎながらできるリドル。まあ、シーバツとかもこれ54使ってるけど、この画像を見ていただくとっていうか、めちゃくちゃちっちゃくて見えないんだけど、まあ、これ別の動画であるのでよかったら見てほしいんですけど、これ3300コインいってるので元は取れてるんですね、シーバツの場合。だからコインが減ることはない、確実に増えていきます。なんで、リドルとかシーバズとかはコイン増やしながらプレイヤーレベルも早く上がっていくんですけど、
ラプンツェルの場合だとコイン減らしながらのレベル上げになってしまうので、まあ時間的にはまあ2位か3位くらいあるんですけど、コインが減るというところではあんまりおすすめはできないかなと思います。やっぱり増えながらかな。エルサラとかもね減っちゃうんですよね。まあ同じくらいかな、ギリ元取れるか取れないかくらいですけど、ベルヤジュとかだと多分減るかも他にも早いツムいるんですけど、ブライダリエルとかも減るね。まあガストンとかジュアンと鏡とかだったら多分コインマイナスにはならないと思うので、一応今回のラプンツェルパスカルだと時間的にはかなり早いですけど、コインが減ってしまうというマイナス点があるので、まあ経験値プレイヤーレベル上げていきたいんだったら、まあラプンツェルパスカルじゃなくてもいいかなと思います。まあプレイヤーレベル上げていきたいって人は参考にしてみてください。はい、では今日の動画はこれで終わり。ありがとうございました。バイバイ。